おきくさんだ。次郎右衛門長屋の。こんなところで名を呼ばないでください。おきくさんっておっしゃるんですか。あなた、え、こいつ今名を呼びやしたが。江戸に惚れた女でもできたのか。俺はこんな身分だから。もう武家でも何でもない。今やクソとかヘとか平気で言えるようになったのでございます。なあ、世界って言葉知ってるか。惚れた女ができたら言ってやんな。俺は世界で一番お前が好きだってな。こんなことぐらいしかできねえですから。兄、クソが俺らの食いぶちだよ。あいつらのクソで飯食ってんだよ。だからありがたく頂戴してくんだよ。お菊さんには役割があってね。いつか字を教えてもらえませんか。今回プロデューサーされました原田です。今回プロデューサーされました原田です。ほとんど会話がハングルなので、あそこに座ってても本さん何を喋ってるのかなって全然分かんなかったんですけど、こんなにポンジュの監督からうんこうんこっていう言葉を連発するとは全く思ってなくて、早くどんな質問をしてるのかなとずっと聞きたいなと思ってました。今日はありがとうございます。キャスティングは黒木さんとは他の作品で何回もやっていて、それで実は冒頭に説明があったと思うんですけど、短編にもなるかわからないで、長編にもなるかわからないような企画で、まさか黒木さんにキャスティングするようなことはできないんですけども、まあ、ギャラもないっていうような条件で、どうしてもこの映画は黒木さんを信頼してたので、オファーした時に彼女はもう何もそういうところは考えずにぜひやりたいっていうところを言ってくださったので、この企画はスタートしました。그렇게이제유명배우분들이합류를하셔서이제영화를찍게됐지만그분들이활약하는이제무대스테이지마침이제미술감독님이나오셨으니까또여쭤보고싶은데그공간들이되게아름답잖아요공동주택그다음에그은꽃배가이렇게하는그작은부두뭐등등해서또그뭐들판이한테그아름다운들길같은거나오는것이한테물론야외로계시하는텐데그에도시대에많은집들과공동주택또뭐부자가문집앞에길들여러가지집들이런것은이제그녹록치않은예산상황에서세트로만드셨다기보다는기존에이미있는곳을사용하신것같은데그래서두분께여쭤보고싶어요어떻게그공간들구성을하신건지뭐한국으로치면약간용인민속촌같은그런 곳에서이렇게하신것인지作ったのはですね本当に俺と船を少し作ったんですけども、実際に京都の撮影所で、昔のパーマネントセットっていうんですけどもその江戸時代の長屋とかが全部残ってます。でそこに、古材って古材、今回はリサイクルの話なので新しい材料は実は一切使ってないですね。で、まあ、ちょっと話がそれますけども、黒木さんとか出演陣が全員着てる服も着物も100年前とか昔の、生地を、使って全部仕立て直して、みんなさんに 着てもらってます。なのでアンティークの全部着物をまず着てるっていうこととそこの、住んでる空間もパーマネントで新しいところに古い材料を足したりそこに、水をちょっと撒いて噴霧器でかけて木のディテールを出したりしてそこに、モノクロでワンフィルター入れて一つの、世界を作り出すというか、だから新しいものは実はあるものに古い材料を足してるあとリサイクルしてるっていうようなことを考えてやってます。
이제 그 재생이라든가 환경에 관한 그 기획 자체가 있었던 건데 그런 그 주제에 걸맞게 제작하는 과정도 그렇게 해나가신 것 같습니다. 그래서 그런 부분도 되게 박수를 쳐드릴 부분인 것 같고 그 아까 이제 1.33대 1 이 정사격형 비스무리한 이 화면비에 대한 얘기 잠깐 했었는데 그 화면비로 사실 감독님 뭐 자주 찍으셨던 비율이 전혀 아닌데 그럼에도 불구하고 되게 편안하신 것 같은 느낌 받았어요. 특히 영화에 나오는 되게 많은 곳곳에 이렇게 아름다운 인서트들이 있잖아요. 배우들이 나오지 않는 샷들, 뭐 비 오는 나뭇잎이라든가 연못의 어떤 그 묘한 정취를 불러일으키는 이제 인서트 샷들이 있는데 그런 것들이 영화 전체에 또 묘한 시적인 정취나 그 운율 같은 느낌을 만들어내거든요. 그래서 찍을 때도 근데 막상 이제 저도 찍을 때 그렇지만 뭐 배우가 안 나오고 한다고 뭐 그렇게 한다고 해서 간단하게 또 막 오히려 찍다 보면 어려울 때가 많거든요. 이게 신경도 많이 쓰여요. 그 배우가 화면을 배우의 에너지가 화면을 메꿔주지 않는 가운데 그 자체로 뭔가를 뿜어내야 되거든요. 아름다움도 있어야 돼요. 그래서 막상 오히려 찍다 보면 뭐 인서트가 이렇게 그냥 휙 찍고 넘어가거나 무슨 세컨 유닛에 맡기거나 이런 게 아니라 막상 신경이 쓰이다 보면 되게 신경이 곤두서게 되는 경우가 오히려 또 있습니다. 감독 입장에서. 그런데 어떠셨는지 궁금해요. 1년에 많은 아름다운 인서트들이 어떤 느낌을 갖고 어떻게 접근해서 찍으셨고 그게 또 편집할 때도 고민이 돼요. 이걸 어느 위치에 어떻게 놓고 어떤 박자로 조절해야 될지 그래서 그거에 대한 우리 저의 선배 감독이신 준지 형님께 한번 여쭤보고 싶은 거지 직업적인 좀 비밀 같은 거 僕はあまり風景を使わない監督だったんですね風景を使わない監督だったんです 人が映ってない絵は使わない人間だったんですデビューした頃はいくらカメラマンが自然描写を撮ってきても僕は編集で使わなかったりしたんですね今回、まあ、いわゆる循環型ということには必ず自然との共生っていうのが入っていますから共に生きる入っていますからあえてやっぱり自然描写はインサートしなきゃいけないその時にまず綺麗だから撮るんじゃなくて今自分がいる場所で、俳優さんを演出しつつなんかそこの心象風景になるような風景を探して、カメラマンに あれを撮ってくださいこれを撮ってくださいっていうふうに言ってることが多いですかね何でもかんでも撮っておいてくれるんじゃなくて撮影現場に必ず俳優さんがいて僕は演出してますからそこの演出しつつ俳優さんの表現を受け止めつつなんかその周辺にある自然がこの今の俳優の役の心持ちに寄り添うんじゃないかなとかそう思った時に回してもらってますあまり無駄に回さないですねまあモノクロームスタンダードにすることによって、まあ、言えば画面の中央に意識も集中できるしモノクロームによって、まあ、言えば色彩の情報がない分やっぱりそこ人物の表情とか木々のざわめきのそれも表情としてモノクロームだとよりカラーより伝わってくるというような、まあ、確信がありました。그이제현장에서뭐계획되진않았지만이렇게배우들을찍어나가다가발견된어떤것들을또인서트로담으시고뭐그러셨다는얘기인데반면또보면은좀뭐랄까차곡차곡쌓여진지속되는연결되는느낌의인서트도있었거든요그러니까그자연이라고할수는없지만이제첫장면에보면그음고가이렇게동그란이제영화의반복처럼그원형의이제이미지에그안에이제거기서음고를이렇게푸는근데이제그챕터의제일뒤쪽에가면은다음챕터였나요그똑같이동그란나무통같은데거의깨끗한아주음고가아니야맑고깨끗한물이있고이제물을푸는단어를보는중인데어쨌든거기에또딱있고요또영화의후반에가면또그비슷한아마같은소품이었는지모르는데거기동그란그동그라미에그통에아마같은통이었나요거기이렇게눈이겨울에눈이하얗게쌓이고있습니다그래서그런반복되는그인서트들이마치이제우리뭐식구또는웹에서무슨라임이라고하잖아요그런것처럼뭔가
우리의 이렇게 심상을 자극하는 부분이 있었는데 예. 그런 리듬들 아마 느낌들은 편집 때 많이 고민을 하신 걸까요? 예. 홍 감독아 또 보이마스? 솔직하게 얘기해 주세요. 궁금해요. 직업적 비밀 같은 편집할 때 어떻게 저거를 근데 이게 또 각 챕터를 띄엄띄엄 긴 시간에 걸쳐서 나눠서 찍으셨다고 하니까 그 새로운 챕터를 촬영하러 가실 때는 그 이전에 찍은 것들을 이미 편집을 하셨을 거 아니에요, 그죠? 시간적 여유가 있으니까 그러면서 아마 또 그런 어떤 내적인 리듬을 뭔가 반복시키고 싶은 것을 발견하게 되신 거 아닐까? 뭐 이런 짐작도 하고 그랬어요. 自分で脚本書くときにはもうある程度こう映像とかを思い浮かべてそれでまあいわゆるカット割りっていうかコンテも考えて脚本書いてですねプロの脚本家ではなくて後に自分が監督するっていう前提で脚本書いてるんでどうしても絵柄を思い浮かべながらコンティニティを考えながら脚本書いてるところがあるんでそれは編集の時に大まかになんか変更するってことはあまりないです。で、今回短編で本庄氏が言うように、また1年空いてまた撮影とかあったから、確かにこのあと、どういうリズムで、つなげていけばいいかっていうのは考慮しないといけないと思いました。だから短編集なんですけど、非常に短い1話が2つぐらいあって、それは同じテンポで1話完結なんだけど同じテンポで、見なくていいようにあえて短い一章を2つ作ったっていうことはあります。はい、はい、今思い出しました。ポンジュの詩には殺人の追憶の絵コンテのブックをいただき、パラサイトの撮影現場を訪ねた時もその日の絵コンテの紙をいただき常にそれを見返して勉強してます。嘘だ個人前じゃあ本当の嘘じゃなくて嘘です。僕のデスクの一番そばの本棚に入ってます。僕のデスクの一番手が届くところにあります。はい、見守りだ。感謝です。ありがとうございます。소소한 거 갑자기 질문하고 싶은 거 있었는데 마침 하라다 장 오셨으니까 그 부클씨 너무 예쁘지 않아요? 싹 지우지 이름 쓰고 막 좋아 죽잖아요. 막 그 다다미 바닥 아니 바닥에 막 대굴대굴 하면서 그 배우님이 쓰신 건지 그 정말 거기서 또 소소한 아름다운 그 정치가 있는데 그 좋아하는 사람의 이름을 쓸 때 그 부클씨의 네, 그거 궁금해요. 아래와 교토의 사진 文字を書く専門の人がいるんですね、女性の。ね、それの当時の、文字を書けるっていう、その女性に書いてもらってます。그누가가지고있어요그소품누가가지고계신지모르겠어요その小物は、今、筆で書いたものって誰が持って所有してらっしゃるんですか日本で公開の時に、全く同じ現物を撮ってあるんで、そこのプロップ、小道具の子がちゃんと持ってて、京都で物は持ってますけど、ね、あプレゼントプレゼントした。小さいってダブルでしょ。あとでちょっと職員中にお話ししたいですね、このことについては。で、中治이름을쓴단말이야。그이제결국마지막에이제그그중지쪽에공동주택이었죠오키쿠의집이아니라거기찾아가서이제눈이막오는데포옹을하고그아름다운장면이었는데그전에추지가이제그대사를했잖아요자기는눈이오면온사방이고요해지는거를그게너무좋다그런어떤섬세한청춘인거죠섬세하고감수성도충만한되게고운청년인데현실은이제똥찌개를쥐고되게은꼬를하면서거친일을하고있지만그런섬세하고결이고운청년이죠그래서이제그마침내이제그기쿠가포옹을하고되게아름답게이렇게공동주택의골목에눈이내리는데그고요함을느
기계 해주고 싶으셨던 그 장면에 이제 음악은 안 나오더라고요. 네, 그래서 그것도 아까도 이제 주인공에 대한 배려를 말씀드렸는데 그것도 어떻게 보면 되게 섬세한 감독님의 배려가 아니셨을까. 그래서 그 신이 참 많은 아름다운 장면 중에서도 또 특히 기억에 남는 장면이었는데 그거 네, 그거 여쭤보고 싶습니다. それよりあの主治がほら雪になると静かになって好きですっていうセリフがあるんで、いざその雪の場面において声を出さず自分の、気持ちを伝えようとしつつというその雪になると静かになって好きですという彼の気持ちを考えると音楽を入れたくても入れれなかったです。本来は入るところだと思います、法要のシーンはね。でもそこでちょっとブレーキかけました、ブレーキをかけました。音楽入れちゃいけないっていう、静かになって好きですって言ってる以上は정막한속에서흰눈이내리는되게아름다운여운의장면이었던것같고요저계속여쭤보고싶은게많은데이제시간이다돼가지고문득그생각듭니다그제가사카모토준지감독님을2000년도에그스페인의산세바스찬에서처음뵀었어요영화제에서그래서저는그때이제프란다스에게초청이돼서처음갔었던풍대기감독이었고그때이제이미준지감독님께서는그때이제일본의중견감독님이셨는데그가오페이스얼굴이라는영화로이제경쟁부분에또초청이되셨고요우리가물론뭐영화라는게상을받거나무슨등수를매기기위해서만드는것은아니지만그때그가오라는그얼굴이라는작품이그해이제키네마준보선정그일본영화1위작품이었습니다그리고또이번에이오랜만에오키쿠의세계로또키네마준보되게권위있는되게유명한일본의오래된영국의사이트앤사운드나미국의필름코멘트처럼또프랑스의까이에디시네마처럼무척오래된전통있는영화잡지인데매해또매기는그탑10리스트가또되게권위가있죠근데그얼굴에이어서이번에오키쿠의세계가또1등을차지하셨어요그래서그등수가중요한건아니지만그래서그래도왠지여기서한번축하를드리고싶은그런마음입니다サンセバスチャンでボンジュニョ監督だった時は多分僕は先輩面をしてたと思うんですけど、あると世界に出ていかれて、僕がボンジュニョ監督に勝てるのは本数だけなんで、今これは30本という自慢しかできないんですね。で、またうんこの話戻しますけど、僕は子供の時に台風で私の家の汲み取り便所が逆流しまして、家がうんちまみれになったんです。それをパラサイトの大雨の時にトイレが 逆流するのを見た時に思い出し、今回うんこ取る時はパラサイトのあのシーンに負けないようによりパワーアップしてやらなきゃいけないと思いました。本当に今日はありがとうございました。네오늘긴시간좋은얘기많이해주신그사카모토준지감독님과또하라다산께또통역수고하신연진이선생님께감사드리고요그은고한국은가라는말이있어요그강아지가 어린이들은가어원은다르지만그얘기라고있지어쨌든 이렇게마무리하겠습니다 감사합니다